ショーランド。まずイングリッドからはゼッケン58、ゼロから片山司。さあ本来の走りを見せてくれるか片山司。さあそしてこの枠内につけました。ゼッケン99からはキラーレーシング平坂雄介。さらにその隣はゼッケン95服部和夫アンリミテッドレーシング。さらにゼッケン80は UAV700 から佐藤和彦。常に上位の走りを見せてきます。さあそしてさらにお隣はゼッケン29武田光雄チームドクターワークス。このクラスも十分存在感があります。そしてゼッケン40は敗者復活頑張りました、田丸静也ベリーファーストレーシング。そしてゼッケン79からはアンリミテッドレーシングの中村和樹。中村も敗者頑張りました。そしてイングリッドラストはゼッケン91 SWF から柳井秀吉。さあ粘りの走りを見せてください。そしてアウトグリッドはゼッケン18はゴーゴーヘブン清野大二。もうスタート決まるでしょうか。さらに60は山本洋平チーム YRF。 粘りある走り見せてください。さあそして55加藤ゴーゴーゴーヘブン、ベテラン走り旋回です。ゼッケン61からは桐生武史スワットレーシングファクトリー。粘りました、コンセプト。さあそしてゼッケン9は塩田智春チーム T5R。 さらにゼッケン70は現在シリーズの第1位トップに返り咲きました UME700 からキング竹下勝。さあ前回の胸はしっかりと果たしてくれるのか。ラストはゼッケン71番からは国分翔太郎スピードマジック。さあ以上のライダーとなります。2016年全日本選手権シリーズプロスキーオープンの第6戦、さあスタートを切っていった。これは早いスタートが出てしまった。当然レッドが出てしまう、そんな早いスタートが見受けられてしまった。ゲートオープン開いていった。さあ好スタートを切った服部、そして佐藤、内からセンターから伸びていった。今ペナルティをした竹下正春も伸び出していきました。まずはホールショット、スタートから大きく揺れ動くことになったんですが、これは高枠を生かしたか。さあ伸び返してホールショットを掴んだ形となるんでしょうか。ここそんな風にも見受けられます。さあ、まあ、このマシンのカラー民族林がトップ、国分翔太郎のカラー。ここからはそれぞれインコースアウトコースのトップライダーが集結するファーストミッション。国分翔太郎が先に入ってった。そして18番ブルーを通過してトップで戻ってきた絶景71国分翔太郎。さあそしてなんと平坂雄介がホールショットを取り切って99番平坂雄介がセカンド手です。さらに18番の清野太一ゴーゴーヘブン、80番の佐藤勝彦 UFE700 上位陣がつけています。結局ですね、センターから佐藤と服部が好スタートでまずは飛び出したんですけども、その隣、内枠の2番手につけていたその平坂が結局ホールショット、内枠の高枠を生かしてインコースから飛び出していきました。その平坂が現在2番手、トップはアウトコースから国分翔太郎が上がっています。さあ国分翔太郎、前回第5戦で悔しい思いをしました。その国分翔太郎がこの第6戦で取り返すことができるんでしょうか。
アウトコースをセレクトしていった国分翔太郎、それを追って平坂雄介、現在シリーズポイント第3位まで上り詰めている平坂雄介です。アウトコースにそれぞれライダーたちが続いている中、まずは7番V を通過して伸びる直線コース15番 V に入ってきます。国分翔太郎のマシンです。それを追って平坂が追う、はい、そしてトップで国分翔太郎が戻ってきます。さあ堂々とトップで71番国分翔太郎スピードマジック、レース3周目に入ります。それを追ってセカンドデーです。99番平坂雄介キラーレッシング、18番の清野太一ゴーゴーヘブン、さらに80番の佐藤和彦 UME700、 25番の服部克夫アンリミテッドレーシングが続いています。服部を処理、ここで58番の片山深さゼロがつけて、9番の塩田智春チーム T5R、 そして竹之下がまだ上がっていない。塩田の後ろには60番の山本洋平チーム YRS です。そして竹之下雅治がじわりじわりと上がってきましたね。どこまで竹之下が上り詰めることができるんでしょうか。キング竹之下痛恨のフライングペナルティを受けてしまいました。しかしキングは当然黙って十分戦う周回数は残っています。さあトップに戻りましょう。現在トップはもう大きくリードを広げています。71番国分翔太郎スピードマジック、ここは爽快な走りを見せている国分翔太郎、アウトコースの今7番 V を通過して合流地点の15番 V に差し掛かります。それを追っての平坂雄介、さあ平坂距離は広がっている感じが2番手につけています。平坂を追って清野 VS 今度は佐藤ということになりますが、まずは国分翔太郎がホームストレートに戻って、レースはここから4周目に入ります。トップでの通過です。さあグーッとトップはすでに独走体制、そしてセカンドで99キラーレッシング平坂雄介、今ホームストレートを通過、平坂が4周目、同じく4周目に入ります。3番手キープ、18番の今日の体重ゴーゴーヘブ、ここで順位が入れ替わったか、今日のに続いて95番の服部克夫が1個ランクアップです。佐藤克彦ランクダウンです。折り返しに入りました。8周での勝負となりますが、国分翔太郎は悠々と今左水面でアウトコース、もう自身との戦いということになります。前回第5戦はまさかのトラブル見舞わされました。よってポイントを大きく下げました。その国分翔太郎前線取りということにはなりませんが、その国分翔太郎この第6戦は大きく力を伸ばしてきた、そんな国分翔太郎若武者が今はこのプロクラスのトップとして走り続けています。その国分翔太郎今18番 V を通過いたしまして、ホームストレートに戻ってきています。さあその国分翔太郎がレース5周目に入りました。そして今セカンド手71番の国分翔太郎が現在トップですが、セカンド手を守りきっています。99番の平坂雄介キラーレッシングです。今年は常に上位を占めています平坂雄介、全シリーズ昨年の2015年はチーター、そんな1年だったんですが、今年はですねまだまだ実力は出ていないかもしれませんが、本来の走りを取り戻しての99番平坂雄介、その平坂がセカンド手をキープ、さらに18番常に上位をキープしています今日の太一ゴーゴーヘブンが現在3番手、さらにここまで上がってきた95番の服部克夫アンリミテッドレーシングが4番手、さらに5番手58番の片山美香さんゼロです。佐藤和彦が6番手までラウンドダウンとなっています。もう周回遅れに追いつく、そんな勢いで約1周近くリードを広げることになりそうです。トップ71番国分翔太郎、
この周回はインコースに入っていきました。もう自身の走るで、そんな足取りをなんか木下が勇気はアウトコースです。このトップワンツーも随分距離開いているんですけども、そのトップ上位ワンツーは変わることなく18番目に先に回っていった。国分翔太郎ホームストレートに戻って、ここから国分翔太郎は6周目の旋回となります。そして周回6名が今来ました。さあ最後尾桐生選手が走って、その後ろセカンド勢です。99番平坂に行ってキラーレシングです。サード勢も変わらず18番の清野大地ゴーゴーヘブン。さあその服部和夫に近づく勢いで片山司、一瞬は片山司がオールショットを取ったかなとも思えたんですけども、しかし平坂が片山を押さえて隣から攻めていって、片山が現在は今5番手まで上り詰めています。その片山5番手目の前の服部克夫毒を仕掛ける、そんな勢いでピタッとつけています。さあ上位陣は変わることなく、今度は4番手5番手争いに注目をしていきましょう。続々とホームストレートでは高速艇が今通過中ですが、トップは変わらず徐々にですね周回遅れを1人抜いている国分翔太郎です。さあここからは大混戦、周回遅れを挟んでの実況ということになるんですけども、99番の平坂が2番手なんですが、その後ろには器用の服部、片山、この辺りまだまだ順位が入れ替わるチャンスが十分に出てきます。左水面に入っています。国分翔太郎はインコース、また18番プレーに差し掛かってトップで戻ってきます。周回遅れを挟んでトップで戻ってきます。国分のミントブルーです。さあ国分翔太郎はレース7周目に入りました。そしてセカンド手キラレッシング平坂祐介が先に戻って、セカンドしっかり守りきっています。今18番杭を通過してホームストレート、さらに清野が戻って、これは服部を抜きましたね。片山司の後ろにつけている。結局片山がここで上がってきました。さあ片山が1個ランクアップ、今度は清野に襲いかかるぞ。逃げ切れるか清野大地、さらに片山後ろにバッキング竹野下正春がここまでじわじわと上り詰めてきた。無完全燃焼で終わるわけにはいかないんだ。竹野下正春ペナルティーを受けた。今回の第6戦ということになりますが、その竹野下がじわりじわりと5番手まで上がってきました。最高位から一気に追い上げている。さすがキングだ。トップ勢は変わらず国分翔太郎、左水面に入って同じくインコース7周目に入っている国分翔太郎、それをもっての平坂なんですが、平坂はアウトでして、先ほどからアウトを攻めていますが、この平坂分かれて器用の VS 片山 VS 竹野下ということになってきますが、さあこの辺り順位が終盤に向かって大きく入れ動くんじゃないでしょうか。まず国分翔太郎が戻ってきます。18番 V。 さあそしてレースはなんといよいよホワイトフラッグが上げられてラスト。さあそしてセカンド手後続手を挟んでとなりますが、ここで平坂祐介が戻ってきました。その平坂もここからラスト1周を迎えます。さらに片山司のマシンだ上がってきた。そして竹野下のマシンだ上がってきた。さあ追い詰めることができるんでしょう。清野大地はランクダウンで5番手までランクダウン。結局ですねトップライダーたちの集結ということにこの第6戦もなるんでしょうか。片山 VS 最後の竹野下の戦いを見せてくれるか。3番手4番手どうでしょうか。右
水面最後のラスト1周を迎えることとなります。なんとかトップワン・ツーはこのまま無事に走ると最後までこの位置を守り切ることができます。さあ国分翔太郎は悠々と左水面のインコースで最後は攻めています。そして随分タイムは広がっているんですけども、平坂雄介この第6戦は2番手をしっかりとキープ。その平坂雄介の後ろまで追いついてきた片山司、共にイングリッドから飛び出した北選手となるんですが、片山司 VS 今度は竹野下、フライングを受けてしまいました。竹野下が4番手まで上り詰めました。最後尾からです。さあ表彰台に上るのはどのライダーか。まずはホールトゥウィー、この第6戦を制しました。ゼッケン71国分翔太郎スピードマジック。さあ国分翔太郎ということになりました。さらにセカンドフィニッシュ、まもなくラストターンを決めての最後の直線コース、平坂が戻ってくる。セカンド手、セカンドフィニッシュはゼッケン。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日もホールショットから、そのままトップフィニッシュということで完璧な強さを見せつけたと思うんですけども、本人はどういうふうにレースを評価しますか？難しいですね。難しい。まあ、10点満点で言えば7点ぐらいですかね。7点。じゃあその3点を聞きましょうかね。マイナス3点。まあまあでもいつもの展開でいつもの感じだったんですけど、でもこの前の経験もあるんで、あんまりそんなに楽な感じはできないなっていう。あの2位とのあの差があっても。そうですね、何があるか分からない。これで、ポイントランクも1位になったと思うんですけども、今モチベーションを保つ何かっていうのはあるんですか？そうですね、まあ、今年はこの全日本のシリーズ選手権ももちろんそうですけど、ハバスに向けてやっぱりっていうのがあるんで、それはいいモチベーションに。ということは今回のレースも何かハバスっていう、ハバスの大会ってどっかに頭にあるんですか？やっぱりそれは常にありますね。どんなところを？っていうのはここで勝てないようじゃとかやっぱり自分で思うところはあるんで、そういう部分ですよね。じゃあもう明日のレースも1位しか見てないと思うんですけども、自信どうですか？もちろん何もなければ取りに行きますけども、まあまあという強気で言っても何があるか分かんないのがあります。そうですね、何もないようにベストを尽くします。はい、じゃあ明日も頑張ってくださいね。おめでとうございました。ありがとうございます。